冨安、今回の試合であまり評価されてなかったみたいですが、センターバック冨安で右サイドのホワイトみたいです。もうそれはもうずっとね、僕も、ですかね、こう推してる案ですけど、何よりさ、もうアーセナル、クリスタルパレス見た人もみんなそうだと思うけど、もうこれしかなくない？サカ右使えっていうね。もうペペと一緒に組ませると冨安かわいそうだわ。ペペがわけわかってねえんだ。きちいってペペは。もうスパーズ戦で分かったじゃん。もうスパーズ戦のメンバーでいいじゃん。で、ジャカいないとこそこにさ、腕ボールかスミスローを落とせばよくないっていうさ。もうあれしかないわ、ほんと。もうアルテタ、やだからってアルテタ以外の監督来たらもっとひどくなるのあるけど、いや、分かれっていうね。まあね、でも分かってんのよ。ペペを、こうね、家のローンみたいな感じでさ、90億だっけ、合計。それを5年分割とかにしちゃってるじゃん。わかんのよ、使わなきゃいけないの。わかるんだけど、だったら、サカはトップ下だって。もう、だって守備最初4-1-4-1にしてたけどさ、途中からも普通に4-2-3-1だったじゃん。まあ、アーセナルだから赤にするか。もうさ、ペペ、サカ、スミスローとかにしてて、で、こうなって、で、こうなって、こうなって、ティアに上がってくるので、サカここですげえプレイしに行くぞ、みたいな。一応ティアに上がってってくれた時は相手引っ張ってくれるからクロス上げれるみたいな感じなんですけど、もう、普通にサカトップ下にすればさ、で、スミスローこっちにすれば、ペペを置いた上で、サカ、スミスロー、ティアニーできるじゃん。で、冨安ここでさ、配球しながら、まあ、サカとか、ペペとか中入ってった時では上がればいいじゃん。なんでこれをずっともう、1年ぐらい言ってんじゃん。もう去年の途中ぐらいからもう。ね、ラカゼットね、だからラカゼットも使ってほしいけど、まずサカを右に使っとけばさ、ロコンガに関してはもうオンザボール良くなかったら何があんのっていうね、僕が分析できないみたいなことですからね。ほんと攻撃の初期配置、二次配置苦手だし、ねえ、もうほんと勘弁してほしいわ。